皆さんこんにちは、千葉ドール工房です。今回はですね、ドール用の馬の鞍をね、紹介していきます。それじゃあ始めていきましょう。以前ね、サメ馬みたいなね、変な生き物に鞍をつけたね、セットを販売したことがあるんですけれども、今回はね、鞍単品のアイテムですね。で、いろいろなね、ぬいぐるみさんとか、まああとね、牛型とか馬型のね、ベンチみたいなちっちゃいのあると思うんですけど、それにね、これを乗っけてあげることによって、ドールちゃんがね、馬とかね、動物にまたがって、行動しやすくなるっていうね、バグになりますね。今回はね、特定のね、ぬいぐるみとか、そういったね、ベンチ、ちっちゃいベンチのね、に特化した形ではなくて、普通にね、汎用的に乗せられるようになってますので、後ろ側にね、こちら D 缶がね、6つあります。1,2,3,4,5,6 とありますので、何かね、ぬいぐるみとかに乗せた後に、ここにね、紐を通してバッテンでね、止めてあげて、ずれなくすることができますね。一応ね、後部には装飾も兼ねたね、収納もあります。ここね、バックルを外していただければ中にね、物を入れることができたり、あとね、ここにもバックルがありまして、ここ開いてあげて、ちょっとね、派手なね、タオルしかなくて申し訳ないんですけど、こういう感じでね、巻き布的なものをね、こう、つけてあげることで、なんかナロー系にね、出てきそうなね、感じのね、収納がね、できますね。表側にもね、装飾用の D 缶がね、いろいろついてますので、なんか紐とかね、チャームとか垂らしてあげることによって飾ることも可能です。で、こちらね、アブミの部分になってまして、一応ね、ベルトでね、微調整もできるんですけれども、こちらにね、ドールちゃんの足を乗っけていただく感じですね。で、ここのね、靴の大きさとかね、ドールちゃんのね、足の置き場所、置き方によってね、ちょっとね、調節もできたりしますので、ここでね、この部分のね、太さは変えられますので、微調整も可能になってますね。一応ね、こういったね、こう四足歩行系のね、ドールというか、ぬいぐるみがいたら、こうね、被せてあげて、後ろでね、紐でね、こう首のところとかお腹のところを止めてあげれば安定する感じになります。はい、こちらね、装着したところですね。下の人がね、若干小さくて足が弱いので、今安定はしてないんですけれども、こんな感じでね、ドールちゃんを座らせることができますね。ここにね、巻き布してあげることによって、ソファー的にね、もたれかかることもできますので、ドールちゃん自体はね、それなりにね、ちゃんとね、座ることができますね。はい、全体をね、見るとこのようになってます。後ろから見るとね、こんな感じですね。というわけで今回は MDD 用のね、汎用のね、バグを紹介しました。まあね、この辺りのね、D 缶にね、袋を吊るしたりとか、あとね、このね、布がね、もうちょっとね、合うような色のものをね、探してくることができれば、ご自分でね、買った方が、カスタムすることもできますので、ちょっとね、遊んでいただければと思います。このチャンネルではね、革や金属を使ったドールグッズをね、作っておりますので、気になる方はね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。あと、最近ね、なぜかね、ゲーム配信とかもやってますので、はい。あとね、サブチャンネルの方ではね、いろんなドールちゃんのね、紹介とか、ドールに使えるね、アイテムの紹介とかもしてますので、そういったものにね、興味のある方も見ていただけると嬉しいですね。それではまた。